はい、皆さんこんにちは。アジアで生きてるグレーですよということでね、グレーのグレグレでグレちゃいますよのケイちゃんなんですけども、本日日曜日ですけども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。良い日曜日をね、お過ごしになっていることを、かけながらですね、お祈りしておりますみたいな感じなんですけども、アジアのケイちゃんは相変わらずね、手元のね、自分の仕事だとか YouTube の動画作ったりとかね、もう本当にね、一生懸命なんかやってますみたいな感じなんですけども、はい、ですね、今回の動画なんですけども、以前ね、そうですね、1週間ぐらい前かな、2週間ぐらい前にね、篠原丈一郎さんも動画というかですね、ライブをやられておりましたけども、まあ、永宮殿下のですね、まあ、女性に関する問題じゃありませんけれども、そういったようなことをね、まあ、具体的にライブ配信をされておりましたよね。でね、私が今回ね、お話しするよりも全然ね、お詳しい内容を話されてますので、ぜひね、確か1週間ぐらい前のね、動画だったですけども、ライブだったですけどね、まだアーカイブ残ってると思いますのでね、ぜひね、そちらもご覧になっていただければなと思うんですが、そういった中でですね、ちょっとね、私もね、いろいろ、調べております。でね、皆さんご存知の通りですね、今現在私はね、タイにいるもんですから、ご存知の方はご存知なんですが、タイっていうのはですね、不敬罪があるんですね。でですね、当然ですね、タイの王室関係に関することの批判等は一切できませんし、あるいはタイの王室関係に絡んだようなことの、例えば日本のね、孔子殿下の内容といったことでもね、非常にね、敏感な話ですので、気をつけて話をしなきゃいけませんので、ところどころですね、かなりね、ぼやかすような表現をいたしますけれども、それに関してはね、ぜひですね、ご容赦いただければなという感じです。はい、でですね、今申し上げましたように、もうね、過去のね、もうそれこそね、今回1996年にバババーっといっぱい出た、私もね、昔ながらにかなり昔なんですけども、思い出しますけども、バババーっと出たですね、30年近く前のそれぞれの週刊誌とかね、そういったようなことに関してお話しさせてもらいます。でですね、まずはね、今回もちょっといろいろお見せするんですけど、まずこれご覧くださいっていう感じなんですね。はい、でですね、今ご覧になってもらっているのはですね、今申し上げましたように1996年、今からですね、何年前？今2023年。だから約27年前ですね。27年前、皆さんもね、ご記憶にあられる方が結構おられるのではないかなっていう感じですけども、この1996年という、年はですね、今ご覧になっている通りですね、これ事実ですからね、私事実言ってるだけ、各ね、週刊誌がこれだけですね、永宮殿下の、それこそね、女性関係みたいなことをね、いろいろと、週刊誌の、記事として挙げ取りましたって話なんですね。で、初っ端がやっぱりね、一番有名なところとしてはですね、一番上に書いてある週刊新潮1996年4月18日後、永宮殿下度重なる、どこそこ訪問みたいなね、さっき言ったようにちょっとね、言葉で言えない部分がありますので、どこどこ訪問にそれに対して流言飛語、要はね、噂ベースだけどっていうような話があって、ここら辺からですね、そういった女性関係云々ということで、噂がバーッと広がって、他の週刊誌も言い出して、それこそですね、KN 庁は苦言を呈してですね、最終的には、その年の確か11月30日のお誕生日だったと思いますけども、永宮殿下がですね、そんなことないみたいなことを言われて、そこからはもう完全にですね、わからなくなっちゃったよみたいなね、話だったですよね。今ね、ちょっとね、ご覧になっていただいている通り、このね、一番上の、週刊新潮、そして文春、これもね、クリントン大統領ね、歓迎晩餐会にあるにもかかわらずですね、なぜかナマズ見学に行っちゃったとかですね、その後の4月30日の週刊女性でもね、永宮様がどこかのね、お美しい方と、みたいなね、そんなようなことで、もうね、いっぱい出てたんですよ。で、そういったことが、それこそね、夏、秋口に至るまで、いろんなそのね、俗に言われる週刊、まあ、女性週刊誌を中心に、まあ、あとは文春とか新潮とかね、現代とかそういったようなもメジャーな週刊誌も含めてですね、報じていたというような状況、まずね、こういったようなこと、
でね、さすがにね、これだけね、古いね、もう週刊誌、もう30年近く前なので、私もね、結構調べたんだけど、なかなか出てこ、ウェブ上で出てこないんですよ、すでにね。なので、特にこの1995年とか6年ぐらいっていうと、まだそれこそね、皆さんご存ね、覚えてらっしゃいますかね、Windows95 なんてまだ出たばっかしでね、まだまだね、インターネットそのものでもね、それほど普及していなかったっていう時です。なのでね、なかなかですね、こういったような古いね、週刊誌はね、なかなか活字体出てこないんですよ。でね、ただ出てこないんですけども、ちょっと一つ見つけましたっていうことで、このね、まあ、事件というかですね、これに関しては皆さんも結構ね、ご存知だと思いますけども、これ。ですね、これね、あるやっぱりウェブ情報から引っ張ってきました。そのね、ウェブ情報の出元はちょっと言いませんけども、これはね、週刊新潮のですね、さっき言った1996年6月の20日なんですけどね、6月20日号で具体的に出ていた記事です。でね、この事件はね、故川島教授ですね、まあ、慶秀殿下のね、お父さんの、もう個人であられますけども、故川島名誉教授がですね、具体的にその皇居の方に、当時のね、今現在の上皇、上皇后陛下 に対してですね、まあ、怒鳴り込んだじゃありませんけども、そんなような話がありましたよね。ここら辺の話自体は、なんかね、そんなことあったなということで、皆さんもね、覚えてらっしゃる方は結構いると思うんですけど、ちょっとその部分読んでいきますね。川島教授が一人で御所を訪れたのは4月21日の日曜日、江宮殿下がまだどこそこをご訪問中の時でしたと。この日は午後3時から、陛下のですね、プライベートのアポイントメントが入っており、その相手が川島教授だったのです。もちろんこれまでにも川島教授は何度も御所を訪れて両陛下とお話や会食をされているのですが、この時ばかりはそんな和やかなものではありませんでした、まあ、というようなことでね、ブラブラブラって書いております。で、その下をね、ちょっとね、さっき言ったようにあんまりね、私体力の動画をね、配信するにあんまり言えない部分があるのでね、要はそういったようなこと、今ね、現在ご覧になっている通りです。要はそういったようなことが、まあ、川島教授ね、もう個人の方ではありますけども、まあ、そういったようなことでどうも訪問したのだろうということを、週刊新潮の1996年6月20日号でそういったようなことを言っていたというような話です。で、これがね、俗に言われる、そのね、川島教授の怒鳴り込み事件だみたいなことでね、世間では騒がれていたわけですよね。で、もともとの話はどういうことかというと、さっきちょっとね、やっぱりこちらでお見せしたようにですね、もともとはその1996年4月18日のね、週刊新潮の記事からブワーッと始まったわけですね。まあ、この時の、まあ、俗に言われる、まあ、新潮のね、スクープというか、そういったようなところから始まってるわけです。で、あとはね、ちょっと冒頭にお話ししましたように、篠原さんもですね、お詳しいことを、確か先週、先々週ぐらいですよね、具体的にライブ配信されておりましたので、私なんかよりね、いつものことですけども、非常にお詳しい内容をお話になっております。でね、はっきり言ってですね、私が今回ね、このね、動画を上げようと思ったのも、もしくはですね、いろいろね、いつもの通りのググリのけいちゃんでググっていたのもですね、やっぱりね、もうここ本当にね、1週間、2週間、それこそ慶秀殿下のね、実弟の、お船さんのね、件だとか、それこそね、先週出た文春のスクープありましたよね、鵜飼の屋形船のお話だとかね、まあ、そういったようなことをね、考えるとね、今までのそのね、日本の、2600年にもわたるですね、日本の皇室、皇族の歴史の中で、どう考えたってこんなことあったらおかしいでしょうっていう話をね、やっぱりね、考えると、なおかつね、過去にこんなこともある。やっぱりね、私はね、もう本当に最近つくづく思うんですけど、このままね、皇統がね、今の、皇位継承権第1位、第2位というような順序でですね、このまま皇統がね、移っちゃったら、やっぱりそれはそれでね、本当にね、今、現在もですね、その日本のね、皇室というかね、皇族の方々を、まあ、敬愛されているような方、皇室ファンの方、ね、そういったような伝統をすごくね、強く思われる方にとってはですね、非常にもう、まあ、相手いますよ、嘆かわしいというかですね、こんな、そんなことあってはならないっていうようなことを私も感じるので、ちょっとね、もう本当にね、先週、今週とね、いろいろ本当、スクープ記事がバンバンバンと出てね、
ような中で、まあ、たまたま篠原さんもねそういった話をされて、私も過去のねこの事件多分ね結構ご存知の、ね、方もいると思います。このね、あの川島名誉教授のね実際の怒鳴り込み事件じゃありませんけどね、このあとね、今現在 の、 その特に上皇陛下もしくは上皇后陛下、まあ、特に上皇陛下かな、まあね、なんかねご体調もなんかちょっと悪くなっちゃったみたいなこともねちょっと噂として出ておりますけどね、まあそんなようなことです。でね、まあ、あの週刊新潮のですね6月20日後、96年6月20日後はそういった、ね、記事がね具体的に 出ていたんですけども、ちょっとね先ほどね、その1996年に怒涛のごとくね、週刊新は出ております。ただねやっぱりあまりにもね30年近く前なので、いくらねググりのけいちゃんググってもですねそのね内容までねたどり着けないんですよ、ほとんどの部分がね。たまたまねその6月20日号の週刊新潮ちょっとあるサイトから見つけたんですけどね、なおかつね私に日本にいないんで、もし私今日本にいたらねそれこそね図書館にでも行ってね、あのそれこそ古いねこういった週刊誌をね置いてる図書館等にいっぱいあるでしょうから、もし私日本にいたらねそういうこともやるんじゃないかなと思って、今回のね、この動画に関してはね、まあ、もしね皆さんがご興味があればですけども、こう今ちょっとこちらでねお見せしたように、古い、ね、週刊誌ではそういったようなね特にこの1996年においてはですねいっぱいありますということで、まあどういった記事の内容かなということがねご興味あるようだったら、もうご興味ある方はですね、ある方なおかつね時間がもちろんねある方であればですね、そういったようなことをちょっとね、お近くの図書館でも行ってお探りしてもよろしいんじゃないかなみたいなね感じです。私もね日本にいたらねやるんだけど、さすがにねこのねバンコクのね図書館ではそんなもんありませんからね、でなおかつねやっぱりねこの件に関してはね以前からもね私のねタイの友人とかにいろいろ聞いてんですよ。でね知ってることは知ってる、みんなねある程度知ってる、もうそれがねなんかね顔表情を見てもわかるんだけど、みんなね口が固いんですよ。やっぱりねそのね、まあ日本でも昔ありましたけどね、このねタイの経済非常にね厳しいんですよね。なのでね本当にこのねタイの王室にかかるようなことで、そのタイの王族の方が関わるねようなことをね言うとねやっぱり引っ張られちゃうんですよすぐね。だからね私は本当にねいつもお世話になったりしらとか親しい友人とかに何回となく聞いてるんですけども、なかなかね教えてくれないというようなことなんですよ。だからまあ引き続きまあいろいろ聞いてますのでね、聞いてたらね多分ね私このチャンネルで自分のこのチャンネルで言えないからね、そんなことがね、それこそ通報されるとね、下手したらね私対追放みたいな形になっちゃいますから、私のこのチャンネルでは言えないけど、まあ、もしそんなような情報が入ったらね、ちょっとね、他それこそね、まあ、篠原さんとかね他のチャンネル主の方にね情報をちょっとね、私の代わりにちょっと配信してくださいよとかね、そんなような形にするかもしれませんし、まあ、情報が入ればですけどね、本当に、ね、口が固い皆さん、まあ、それはそうですよね。だってすぐこれですからね分かっちゃったらねというような感じです。はい、ということでね、今回のこの動画ね、ちょっとさっき申し上げた通りですね、もう本当にねもう以前からそうだったですけど、この A 沼家にまつわるような話、あまりにもねここ1週間2週間ぐらいねろくでもない記事というかですね、ろくでもない情報でスクープが入ってくるもんで、それに加えてねこういったようなね過去もう30年近く前の話ですけども、そういったような話が入ってるってことで、まあ皆さんね一つの情報という点が一つ、あとはねさっきちょっとこちらでお見せしたように過去週刊誌いっぱいあるんですよ、そのことに関してね。なのでまあご興味ある方はね、ご自身でお調べになるのもよろしいのかなというようなことがあったのでね、もしご興味のある方ということで、ちょっと紹介をさせてもらいましたね。え、皆さんどのように思いますか。本当にさっき私も言ったようにね、もうちょっとこのままだとダメだよね、敬愛できないよね、できるわけないよねっていう感じだと思います。はい、ということで、日曜日のね、ちょっと今日も3本目になりましたけど、まあ日曜日の夜、明日からまたお仕事っていう方も多いかなと思いますが、その直前にですねこんなちょっとね不快になるような動画かもしれません。その点はちょっとね、申し訳ないと思いますけれども、まあ、ぜひねご参考までと思いまして、動画配信させてもらいました。はい、ということで本日もありがとうございました。それではね皆さんバイバイ。